うわ。
境の中のさらに秘境集落に来ました。完全に山の中の秘境でございます。ここにも家があったんでしょうね。その時代の方がちょっと42年8月号昭和42年ってことですかね。ちょっと不気味なね、あんまし行きたくない場所です。水五右衛門風呂あったとこですかね、これ。お風呂が。いやもうこれだいぶここまで来る時間かかりましたね。山道に。あの辺もね、かなり崩れてます。ここにも家があったんでしょうね。
もうこの木が倒れてね、屋根ごと落ちたみたいな。これは何でしょうね、池ですかね。ここも家があったみたいです。でもなんか大体さっき見たんですけど、40年代の昭和40年代1970とかそれですかねの多分までの建物だと思うんですけど、まあ基本的にはどこもそうなんですけど、それぐらいに廃村になってるとこ多いですね。この家は比較的残ってます。うわ、2階建てだったんでしょうね。綺麗に崩れています。でこれがお風呂場だったんでしょうね。農機具、はい。というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。まあ、僕が見た中ではかなり古い建物かなと思います。で崩れてる家もね結構あるんで、今まで行った中ほとんど状態がいいっていうか、まあ崩れかけなんですけど、完全倒壊とかね、あのもう自然に帰ってるようなのは初めてに近い感じで、まさに秘境の中の秘境かなと思います。いやーでもこの辺はまあいろんな集落あるんですけど、まあ、もうほとんどもうこんな感じですね。いやでもだいぶ登ってきましたけど、昔からここに人が住んでたということなんですよね。こんな山奥にね住んでたということです。というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。また次回もねよろしくお願いします。うわー、でもこんなね鍋とかがもう古く感じますね。あれもビールですかね、ビールの缶とかね、ちょっと不気味ですけど、ありがとうございました。またよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。というわけで個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいつも動画見てくれてありがとうございます。こ、はい、の動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいとまでのブロックスライチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。